つぶらな瞳でこちらを見つめる猫。その可愛らしさに訪れた人たちは釘付けです。実はこの猫たちは様々な理由で居場所を失った保護猫です。札幌市内では2月22日猫の日に合わせて譲渡会が開かれました。なかなかやっぱりこういう機会がないので、ちょっと初めてこういうイベントに来てみました。一匹でも多く幸せに、優しい飼い主さんに引き取っていただけたらなと思います。札幌市内の団体が保護猫と新しい家族をつなぐ譲渡会に力を入れている理由とは。野良猫とかはだいぶ減ってきたんですけども、猫の息もあるし、あと多頭飼育崩壊っていう問題がすごく多くて、たくさんの方が集まる場所ですので、いろんな方に知ってもらいたいなと思ってます。これは猫の保護活動をしている団体が撮影した多頭飼育崩壊の現場です。猫は繁殖力が高いため飼い主の想定を超えて増え、世話をしきれなくなるケースが多く、道内では2020年頃から保護される猫の数が増えています。不幸な猫を1匹でも減らすためにできる保護猫を飼うという選択。今回の譲渡会ではこれまで8匹の猫が新たな家族と出会いました。保護猫の譲渡会は明日午後4時まで開かれています。